幻の新幹線バー、初めての経験ですね。次京都です。お疲れ様です。力です。よろしくお願いします。今日はですね、いよいよこの日が来ました。はい、今見てください。今 JR 東京駅ですね、もう日本のど真ん中に今来てるんですけど、今日が何の日なのかというと、今日は3月9日です。サンキューの日なんですよ。で、これから何をやるかというと、3月9日17時39分発の東海道新幹線東京発の新幹線を貸し切ります。はい、1両だけですけどね、16号車を貸し切ってこれから京都に行きます。2時間12分かかるんですけど、その2時間12分の間だけ東海道新幹線の16号車を貸し切ってバーを作ります。そうです、飲み放題のバーのイベントをやろうかなと思って、まあ僕のオフ会ですね。で、今回お酒の美術館さんと JR さんと僕のコラボで今回このイベントが実現しました。はい、もう間もなくね、この後新幹線乗って京都に向かうんですけど、2時間12分だけ現れる幻の新幹線バー、これから皆さんにお届けしたいと思います。行きましょうか。じゃあよろしくお願いします。いや、重いわ。いや、もう自分らで搬入します。すごいね、いや、これ飲み切れるかな。あ、これカウンターです。お、すげえ。今日のバーテンダーさんの紹介してもらっていいですか。あ、ごめんなさい。あ、どうも、小川直人先輩です。小川直人と申します。よろしくお願いします。 CT スピリッツジャパンの、はい、カンパニーグループで、カンパニーグループ、はい、アンバサダーしております。いいですね。あのグレン・グラントとか、はい、ワイルドターキー の, あのブランドアンバサダーやってくれてます。はい、で今日は一緒に新幹線でお酒作っていただけるということで、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで次は、はい、フィオナさん。はい、はい、僕の大好きなクロナキルティっていうウイスキーがあるんですけど、はい、そのウイスキーのブランドアンバサダー、アイルランドから来ました。アイルランド、今日から来ました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみ。はい、で最後が、はい、お酒の美術館。はい、お酒の美術館チームから、ひなちゃん、エースが、はい、エースです。今回の企画をあの全て取り仕切った全てじゃないですボスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今からなんですけど、17時3分にあの到着して、そこから入れるので、ちょっと力さんとか横井さんがついていったら15分に帰ってこれない。はい、多分17時3分だったら、まず一番最初にうちがレッドカーペットを設定させてください。で、多分3、4分ぐらいで終わります。美味しい酒作ってください。はい、はい、飲みたい。今からあのその乗る電車が来る、はい、ね、そうです、来ます。え、その設定というか何を、だからこれがバーカウンターじゃん。とこれを入れて、これを今からそこに止まってる新幹線、はいはい、まあ、これはこの次に来る電車に搬入します。はいはいはい、そう、これは何、これはあのカーペット引きます。あのレッドカーペットもすごい、いろんな大人たちが動いてるんで、なんかすごいちょっと緊張する。緊張します、緊張します。なんで俺だけこんなパーカーで。いや、楽しみですね。そうですね。到着しました。今から開きます。しっかり準備します。お願いします。カーペット、カーペット、時間の担当もそう。30分だね。オッケー、落とすよ。よし、引っ張れる。オッケー、ちょっと待って。レッドカーペット引きますね。マックで最高のやつ。上大丈夫です。おお、まだ
こっちで入ります。上気付けてな。結構いいです。間に合わない。間に合わない。ここです、ここです。おつまみとあとモデルティーとかいろいろ入ってます。はい。はい、どうぞ。はい、どうぞ。私も今わからなくて。やばい。全然わかんない。そこわかります。あ、ちょっと待って。間違えました。ここをパスして。これモデルティーは何入ってるの？あ、おつまみと、うん、あと、なんか、あ、そうなの、お買い得パーティーセットが入ってる。はいはいはい、ちょっと後で見せます。はい。完璧に入ってますね。こっちは終わるけど、あの、バーン、こっちのあれが、あ、バーの方がまだ、ね、バーの方が相当美しいですね。ね、すごいですね。こんな早くできるんですね。あと15分しかない。ありがとうございます。ありがとうございます。OK。OK。はい、OK です。OK です。10番、申し訳ない。10番から16番、10番から16番。ありがとうございます。ご利用ありがとうございます。ご利用ありがとうございます。1から7は前からお願いします。10番、4番、前の方でお願いします。敵番、一桁の方は前からお願いします。一桁の人は向こうです。ありがとうございます。これ、もう、ケツ OK ですね。何番ですか？11。やばい。もうすごい。よし、いける。あと3番ある。大丈夫です、大丈夫です。あと車内盛り上げましょう。お願いします。じゃあ行きたいと思います。すごい。そうです、そうね。新幹線バーにお集まりいただきありがとうございます。大阪の新幹線本のひなちゃんと申します。よろしくお願いします。ここだけ注意事項を皆さんと一緒に共有させていただきたいと思います。で、本日のボトルは50種類以上ございますが、すべてなくなり次第終了となりますのでご了承ください。お疲れ様です。2時間12分だけの、幻の新幹線バー、開催します。乾杯なんですけど、僕あの乾杯の時スロンチャって言うんですよ。あのアイルランド語で乾杯のことをスロンチャって言うんですけど、乾杯しましょうか。じゃあスロンチャで、せーの、スロンチャー、よろしくお願いします。今日なんですけど、今日ドリンクで使う氷は、石川県から、倉本アイスさん、どっかにいます。長いのも特集で作ってきました。ちゃんぽんカメラなんだ、ここは。ちゃんぽんカメラ。これ山崎拍手。よし、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとね、いや、今出発して、はい、新横浜な感じですけど、うん、まだちょっと力がだいぶバタバタしてるんで、バタついてるね。まあ俺たち先に飲みましょうか。はい、じゃ行きましょう。はい、どうする？なんかすごいいっぱいあるね、うん、どうしようかね。もうちょっともう先に僕たち飲むんで、すいません、申し訳ないけど、まだ飲んでないんですけど、ちゃんぽんセレクトでお願いします。ちゃんぽんセレクト、ちゃんぽんセレクト、ちゃんぽんセレクト。なんか今新しいなんかウイスキー渡されたんで、これでいこう。これでいきましょう。それめちゃくちゃうまかったな。これうまいよ、ね、じゃあハイボール作ります。ストップって言って、ストップ。あ、押す。
や結構濃いな結構濃いさ、うん、まあまあさ普段気づかないけど揺れるんだねこうやってやってみると揺れる揺れる揺れてるね。俺最近よくあの新幹線乗ってたから、うん、あのデモンストレーションめっちゃやってたあの向こうの通路とかでよし飲めありがとうございますありがとうございますいってらっしゃいもう同じでお願いします同じでゆうたろう弱いけどあの少なめでごめんもう入れちゃったちょっとあわあわになっちゃった ありがとうございます大丈夫ですごめんちょっと雑になっちゃったありがとうございますじゃあいただきますいやいやいや自分の顔バリウマいただきました大丈夫大丈夫髪の毛変わってない大丈夫そんなあのあんま変わっ俳優だと思っていや違う違う違うそうじゃなくて今あのおーすげえおーおーおーバーっぽいバーっぽいねバーっぽい確かに綺麗な感じですね、はい、じゃあいきます、はい、エンジェルゼンビ、はい、いただきます、はい濃い？なかなか濃いですね。さすが力ちゃんぽんセレクションで。お疲れ様です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 。最高です。飲んでます？はい。今日富山から来ました。富山から？はい。すごい。交通費の方が高い。どこから来たんですか？京都です。あ、京都から。帰ってる途中なんですよ。帰ってる途中だった。3人ともですか？いや、俺千葉。千葉。横浜です。横浜。ありがとうございます。え、どちらから来られたんですか？山口。山口から東京に。東京に今日朝来て、朝から徳山出て東京に来て。はい。東京でちょっと時間つぶしてこれのためにはいですかそうなんですよ新婚旅行ですあ、わかりました新婚旅行ですそうなんですよ新婚旅行ですおめでとうございますバッチリやバリウマ顔がファンなんですすいません顔ファンですすいませんはい、ありがとうございますファンですドストライクみたいですよドストライクみたいですやばーいスランちゃんスランちゃん新幹線の中で作るのはないですよね初めての経験ですねこの揺れがたまんないですねこの手を取ってこの手を取ってこれバニラねありがとうございます神さんバニラですけどめちゃくちゃうまいバニラ本当に美味しいちょっと濃いですちょっとじゃないですよ多分だいぶ濃いですだいぶだいぶはい乾杯バリウマちゃうまいじゃないですかすごいねバリウマめちゃくちゃ楽しいね撮っててもどうしようじゃあ今日配られたお土産の中身見ていきたいと思います。はいはい、結構いっぱい入ってますね。お、すごいシャツ。いいランクシャツ。いいですね。メジャーさんのマーラーフライドチキン。美味しいおつまみ。カツマ。いいですよ。いいね。新幹線用にねそうだね完全に、ね、あ、大人のプレミアムコンビーフ大好きだこれ動画でも出てるこれも美味しいやつですめちゃくちゃお酒当たりますめっちゃ美味しいですはい、帰ってきたはい、まず1本目はクロナキルティあの皆さん座席の席番号見といてくださいねじゃあ取ります4の B ありがとうございます次は今日なんですけど3月9日が発売日であの僕焼酎作ったんですよ
州の五島列島で焼酎作っていて、五島芋ちゃんぽん力エディション。これあります。次はお酒の美術館さんから、お酒の美術館限定の桜尾蒸留所の。13A、 ありがとうございます。ありがとうございます。あともうそろそろ、まあラストオーダー。これ開けていいですか？お酒最後飲む人、いますか？皆さん来てください。次京都です。すいません、京都。京都ですかね。そろそろ京都着きます。ありがとうございます。確かに確かに。これは。ありがとうございました。ありがとうございました。やばかったっすね。やばい集団。めちゃくちゃ盛り上がった。ねえ。やばい。やばい。面白かった。面白かった。暑。急に寒い。お疲れ。今からどこですか？あ、疲れた。すごかったね。ちょっと激しすぎないよ。盛り上がりすぎた。俺ライブハウスかと思ったよ。俺マジで。いやなんか楽しかった。いやすごいアットホーム。うん。でもちょっと戦場的な雰囲気も一瞬見えたけどね。うわーって。いやでも本当やってよかったマジで。そうね。めちゃくちゃ、僕としてもいい思い出になったし、結構みんな笑顔だった。確かに。ただ動線が狭かった。まあそれでしょうがない。でもあの狭さだからあった熱気っていうのもあると思う。いやーこれもう一回やりたいね。そうだね。いやでも本当今回ね協力していただいた JR 東海さんとか、あと大阪の美術館さん、いや本当に皆さんいなかったらマジでできなかった。本当ですよね。そしてあんだけ盛り上げてくれた皆さん、いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやそんな大きな粗相もなかったもんね。なかった。じゃあもしかしたらもう一回できるかもしれないね。その時はもうちょっと長めとかでもね。はい。いやでもすごいありがとうございました。すごい楽しかったです。いい経験だったね。ね、いやありがとうございました。ありがとうございました。もうこれからじゃあ二次会行ってきます。行きましょうか。はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。バイ。